はい、どうもイガッチです。今日はイガッチの旭川案内行ってきます。で、今回まあ、おなじみベルダのお家、はい、シェアハウスの管理人の金森さん、金森です。はい、あと今京都から短期で滞在している K さん、はい、を旭川の魅力ある場所に案内していきます。で、今回なんですけども、あ、ちなみに京都からいつぐらいまで滞在してるんですか。今回4日まで、5日間、5日間します。はい、じゃあもうちょっといますね。はい、ちょっと今日京都のお土産もいただいて、もうしっかり案内しなきゃとは思うんですけども、お願いします。はい、で、今日のなんですけども、はい、この後男山酒造という、まあ、旭川といえば日本酒ということで、旭川の有名な酒造男山酒造に行きまして、その後街中でランチをして、で、帰りまたもう一個の酒造赤坂酒造もちょっと寄っていければと思っております。お酒好きなんですか。日本酒は大好きです。あ、おそらくあの男山酒造で試飲もできると思うので、僕は運転手なんで飲めないんですけどもぜひ飲んでもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは行きましょう。行ってきます。レッツゴー。はい、ということで男山に着きました。相変わらずめちゃめちゃいい景色、ほら池もあって天気がいいから映えますね。はい、それではイガッチの旭川案内、まずは男山酒造を見ていきます。普段飲んでる水とどう違う。いや、こっちの方が美味しい気がする。美味しい、うん、美味しい。何が違うの。なんか、美味しいなんか何とも言えけど美味しい。わかる。めちゃくちゃまろやか。そうだ、まろやか。めちゃくちゃまろやかな、普段いかに汚れた水を持ってるかがわかる。ね、入れます。押したままにしてください。止まりました。おー、いいね。これぐらいでいいわ。想像を超える超甘口やな、これは。甘いの書いてあったわ。甘い。美味しい。美味しい。あー、なんか日本酒っぽくなってきた。うん、そう。飲んでみる。せっかく飲んでみる。うん、いいよ。君が頭から4枚、なんか食べかほしい。あ、無理。大吟醸かなんか。あー、なんか喉にくる。これ美味しい。もうつっかかりが全くない。もうだって一応、うん、意外と辛くて、うん、もう大吟醸クラスはもう水みたいな、一番高い。いただきます。高い。水みたい。これは人気ありそう。すごい。すごいね。あ、すごいね。あ、これ今度買おうかな。もうスッてくるね。お酒っていう感じに、すごい。すごいね。すごい。すごい。やばい、どうする。酔っ払ってんすか。酔っ払ってんすね、これは。フラフラです。フラフラですね。俺は好きやけど、強いわけじゃないから。美味しかった。美味しかった。まあ、また買って送ってよ。今日はいいわ。Thank you.
はい、どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。わー、めっちゃ楽しみやったいので、抹茶の塩と味噌。あ、始まってる。抹茶の味噌ラーメン。こちら抹茶の塩です。抹茶の塩。なんか見た目はあんま分かんないです。見た目は本当。ちょっと高い。それは幅だね。幅だね。あんまり抹茶って感じはそこまでしないから。すごい美味しいスープ。抹茶のこれ粒はちょっと辛めのね、味噌。ピリ辛な味噌な感じなんだけど。はい、来た。これはすごい。重たい。はい、どうぞ。二郎系でございます。よいしょー。重たそう。重て。いただきます。旭川の魅力を発信する YouTuber です。だから、子もきっと出てると思います。ありがとうございます。はい、二郎系なんですけど、全部野菜で、だしも野菜とキノコと昆布と取ってるらしくて、なんか食べてて分かるんですけど、めちゃめちゃ軽いです。なんかズンって来ないですね。あ、軽いですね。軽いです。見た目よりもすっごく軽くて、うん、食べやすくて美味しいです。あ、はい、めっちゃおすすめです。あ、緑、そう、抹茶の緑、それでビーガンらしくて、だからこの野菜たっぷり、そう、これもね、大豆ミート使って美味しい。あっさりしてるけど、ちゃんとコクもある。はい、この後ね、ちょっといろいろ買い物とかして、また高砂酒造とかも寄ると思うんですけど、一回動画はもういろいろ撮ったんで、はい、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ、なんか夜の食材探しに行きますか。あのフィールっていうでかい建物あるんですけど、あそこの地下に、結構なんていうんですかね、おしゃれなスーパーとか、ちょっとしたあの軽食とかスイーツとかいろいろあるものがあるんで、ちょっと見てみるといいかもしれない。はい、はい、じゃあちょっと今急遽また動画撮ってるんですけども、はい、さっき一回閉めたんですけど、高砂酒造に来ました、はい、渚さんという女性を一人お迎えして見ていきたいと思います。はい、渚さんはどこから来られた。あ、帯広です。あ、帯広、今帯広に住んでるんですか。そうです。あ、日本酒がお好き。大好きで。あ、いや、ここ本当におすすめなので、ぜひ見ていきましょう。はい、どういただきます。試飲できるんですよ ね。あ、梅酒も試飲できるんだ。はい、梅酒したいです。はい。純米吟醸。ありがとうございます。これが何でしたっけ？純米吟醸。これ？いただきます。若倉ブラック。わ、若造です。若造。若造。蔵造で若い人たちが中心となって作ったお酒になります。そういうことなんだ。はい、おお。どうすか？くるー。ああ、とか。美味しいね、朝日からの甘酒、うん、飲みやすい。飲みやすい。すいなんかもう、ゴクッてくるね。ゴクッてくるね。ポルトガルの方から。さあ、すまん。せーの。せーの。おぉ、日本酒って感じやね。うん、私、こっちの方が好きだわ。うん、こっちの方が好き。美味しい。
ください。はい、そうですね、家に帰って飲んでる想像したよ。